橋本ホビーへようこそ。植物愛好家の橋本です。よろしくお願いします。今回はこれということで、ドラゴンフルーツのね2回目になります。で、何のね2回目っていうと、こっちはね発根してるかどうかは不明です。でも出てるのかな、わかんないんよね。全然わかんないんですが、よいしょ、こっちね水差ししたのが1個あったと思うんだけど、これがねこのように根が出てきました。発根してきました。このね体を支えるための根っていうのも水に浸かっていたので、根っこがねしっかりと出てきたんですけれども、こっち側ね茎の方からも根っこがねガンガンに出てきたよというところで、まあ植え替えのねタイミングとかいまいちよくわかんないんですけど、この根っこが老化してくる前にさっさとね植えちゃおうかなと思います。で、今回ねこれと同じ鉢がもう1個あったような気がしたんだけど、なかったので、ちょっとちっちゃいですね、3.5号のポットのロングじゃないです、通常鉢です。ちっちゃいんですけれども、まあこれにね植えていこうかなと思います。今回使う土はこんな感じ。何の時に使った土か覚えてないのでわかんないです。でもドラゴンフルーツの時に使った土なんじゃないかなっていう気はしてる。よいしょ、これぐらいかな。で、こちらのね体を支えるための根っこの方も埋めちゃいます。せっかくね根っこ生えてきてるんで。Okay、で、このあとねしっかり水をねあげようかなと思ってます。まあこれに比べると若干ね湿り気はあるんですけど、せっかくね根っこが生えてたじゃない、あの根っこが乾いてね枯れちゃうともったいないので、しっかりとね水をあげようかなと思います。で、こっちのね鉢も数日ね水あげてないので乾いた状態なので、一緒にね水あげようかなと思ってます。で、肥料に関してはまだあげないかな。そんなにね慌てることはないんで、ある程度ねしっかりと根が張ってから肥料はねあげようかなと思います。ということでね、今回はドラゴンフルーツのね2回目だったんですけれども、水差ししてたねドラゴンフルーツ、結構簡単にね根が出てきたので、土にね植え替えてみました。今日がちょうど2週間かな。そうだね、水差ししてから土に刺しちゃってもいいのかもね。それの方が発根がさ確認できるから気が楽だよねっていう気はする。ということでね、この動画参考になったとかね、面白かった、また見たいっていう方はね、グッドボタンとチャンネル登録と通知ボタンのね3点していただけるととっても嬉しいです。コメントの方もねいただけると嬉しいので、ドラゴンフルーツのね育て方とか教えていただけるとねとっても嬉しいです。 Twitter インスタもね始めてますので、気軽にね声をかけてくれると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。